れるなら壊れろ。これで最後でもいい。行くぞ右足。世界一のストライカーは俺だ。ゴールの匂い、攻めろ。ラストワンプレー。一人じゃどうにもなんねえぞ。パスしろ潔。いや、俺には見える、感じる。逆サイド、タッチラインギリギリを駆け上がる。お前が出せ、イズニ。行くぞ、見せろちぎり、お前の武器を。はぁ、どこに出してる。味方誰もいないよ、こんなとこ。バカが、クリアで試合終了だ。トレコンじゃん。いいっす、ちぎり、その速さなら。ああ、俺なら届く。シャークリア、これで終了。どけ、ぶち抜け。この限りに従え。なんだそのスピード。お前隠してやがってるか。マジか、あいつ早い。止めろ、止めろ。久しぶりだ、フィールドを蹴ってスピードに乗ってく、この感覚。それはあいつを知れんの。止めるのにファールすごい。天才だとか、二度とサッカーができなくなるとか、そんなことの前に、初めてサッカーをしたあの日のあの快感。誰かをぶち抜く、それが俺のサッカーの全て。俺にしか味わえない快感だ。何やってんだちぎり。まさか自分の出したパスに自分で追いつく気か。止めて、おい。これだ、これだったんだ。ぶち抜くこの瞬間だけ、俺は俺を信じていられる。行け、ちぎり。よっしゃ、つかまえ。加速しろ、もっと早く。ただ会って、ただまっすぐに。ゼロキーパー、先に座れ。やめろ。もう一度、夢を。もう一度世界一になるために、俺はサッカーがしたい。